皆様大変お待たせいたしました。本日最後にご覧いただきますのは、島根県よりお越しいただきました石見神楽東京社中の皆様によります、石見神楽オロチでございます。日本神話を題材に、独特の哀愁あふれる笛の音、活気あふれる太鼓林に合わせまして、金糸銀糸を織り込んだ豪華絢爛な衣装と表情豊かな面を身につけて舞う石見神楽は、島根県西部の石見地方に古くから伝わる伝統芸能でございます。昔より地域の娯楽として、秋祭り例祭の前夜祭として演じられてきましたが、現在では年間を通じて石見各地で石見神楽を見ることができるようになりました。演目は厳かな雰囲気の中で神様をお迎えする儀式舞や古事記や日本書紀を題材にした能舞など合わせて約30種類に上り、受け継ぐ団体は現在130を超えるほどあります。本日出演されます石見神楽東京社中は、2011年首都圏在住の石見神楽経験者を中心に結成、幅広い世代のメンバーで郷土芸能石見神楽の伝承に取り組んでいます。年間30回ほどの奉納上演を始め、神楽ワークショップの企画提案など多様な活動を通じて、石見に息づく伝統文化の魅力を発信しております。それでは皆様、大変長らくお待たせいたしました、石見神楽東京社中の皆様、よろしくお願い申し上げます。どうぞ大きな拍手お寄せくださいませ。Oh.
Thank you.
よし、今が姫と共に神は社に勇み進んで皆様どうぞ今一度大きな拍手を。